どうもポッカメと申します。いやー、春ですね。雑草も青々と茂ってます。この雑草はヤハズエンドウですね。カラスノエンドウっていう名前の方が多分有名でしょうね。ヤハズエンドウはソラマメの仲間で、本州以南ならどこでも見られる雑草となってます。春にこうやって蝶みたいな形の面白い花をつけますよね。ただこのヤハズエンドウをよく見てみると、ん？何これ？うわ、なんか黒いつぶつぶが大量についてます。え、なんじゃこれ。しかもなんかちょっと動いているし。はい、これはアブラムシですね。マメアブラムシという種類だと思います。マメアブラムシっていう名前の通り、マメ科の植物につきます。葉っぱの裏とかよりはこうやって茎の先っちょとかについていることが多いですね。白っぽい粉を吹いているように見えますが、これは幼虫です。はい、こっちが成虫ですね。成虫は光沢があってテカテカしてますね。こうやって幼虫と成虫でカラスノエンドウにコロニーを作って生活してます。アブラムシは有性生殖を行う種類もいるんですけど、このマメアブラムシは有性世代は持たないと言われてます。つまりオスはいないんですね。いわゆる単位生殖でクローンを作りながら増えると言われてます。卵の状態じゃなくて赤ちゃんを直接産むみたいです。卵体性ってやつですね。どんどんクローンを増やして、こうやって道端とか公園のカラスノエンドウにびっしりついている姿を見ることができます。お、ここには羽がついているのがいますね。これも同じマメアブラムシです。有刺型と無刺型、つまり羽があるやつと羽がないやつがいるんですね。羽がある有刺型が別の場所に飛んでいって生息地をどんどん増やしていくという感じなんですね。1匹の体長はだいたい2ミリ前後とちっちゃいですが、たくさん集まっていて、しかも真っ黒なんでね、かなり目立ちます。はい、1匹だけ捕まえてみました。こうやって見るとね、なんかテカテカして甲虫みたいで綺麗ですよね。体は真っ黒で、角状管と尾辺、お尻の突起ですね、それも真っ黒です。触覚と足は白っぽいですが、黒い斑がありますね。まあ似てるアブラムシもね、結構たくさんいるんで種類を確定するのは難しいですけど、マメ科の植物、特にカラスノエンドウの茎の先っちょの方にたくさんついている黒いアブラムシがいたら、このマメアブラムシかもしれません。なんとなくツルツルしたケースを歩くのは苦手そうですね。すごいちっちゃいけどね、本当にこうやって光沢があって綺麗ですね。やっぱ登れないみたいだね、ツルツルしてて。まあそもそも草について一生過ごすんでね、あんまり歩くのは得意じゃないんでしょうね。お腹側も真っ黒なんですね。アブラムシやカメムシの仲間に特徴的な細い口がありますね。はい、というわけで今回はマメアブラムシの動画をお届けしました。春になったらいろんな生き物が出てくるので、皆さんもぜひ探しに行ってみましょう。というわけで今回はここまでです。次の動画もまたお楽しみに。